よしじゃあ,あ、今日はね、えっ、ー、と、宮口流リベンジ合格戦術ということで、戦略ということでね、あレック先任講師の宮口がお送りいたします。はい。じゃあね、まず、あの、経験、学習経験者向けのガイダンスなんでね、あの、やっぱり、あの、基本的にはね、今年受けたけど、だめだったという人が多いと思うんですよ。ね。まあ、それを前提に、あの、やっていきます。でね、 まあちょっとあの私のテキスト見本を見ると論文の方が最初に来ているけど、まあ、今日こ,のここに来ている皆さんというのは、ねまあ、担当に落ちた人もが多いと思うんですねだからあのちょっとね途中から担当の見本になっているんだけど39ページ担当エフィシエントであの、えー、今日、通学でねこう来ている皆さんちょっと通信の方は、ね、あの全国中継ということでつながっておるんですが。が あの今日、あの新宿・ルタワーの方,方にも、ね、あの多く来ていただきましてままずはありがとうございますで各本校で聞いている方も、ねあのまあ、可能であればあの日曜日のコースをあー通学でと,しとってほしいんだけど、まあ、例えば九州に住んでいる人とか、ね、北海道に住んでいる人に、ね、現場に来いとは言え,言えませんので <laughs> それはそれで通信で申し込んでいただいて構いませんよ。ああ で単当エフィシェント、まずね、このお名前の由来からも説明していきますけど、あのね効率的っていう意味ですよ、ねそんなの分かっとるわって、<laughs> ねえー、効率的にいこうと、でどういうことかというとね、ちょっといきなりあの見るとね、まあ、これは、意証法の定義で、まあ別にこれはね、普通に、あのなんか普通のテキストやなと思うのかもしれませんがね、あのまあ、私のテキストを見ると分かるように、まず条文があってですね、で あの、審査基準もね、青本もってあるように、この一つのテキストでいろいろ学べるんですよ。審査基準からも学べるし、ね、青本からも学べると。これはね、こういうことです。審査基準の方がうまい説明の場合には審査基準をこう、踏襲してるし、青本の方がこれうまいなという場合には青本をあの採用してるという。こういう感じなんですよ。だからほら、物品のところはね、例えばちょっとピンクで塗るよ、ね。 あの皆さんね、俺の授業に慣れていきましょう、まずはピンクでね、物品、はいえー、審査基準ではなんて言ってるかというと、ね、幽体物のうち、市場で流通する動産っ言ってるんですよ、ねあでも青本も書いてますね、一応、青本、脇役なんでね、ちょっとあの赤のアンダーラインにしておきますから、蛍光ペンっていうよりはね、はい、市場で流通する有体物、ちょっと違いますね、有体物って言ってますね。 こっちは動産って言ってますね。ま、あそれだけの話です。はい、じゃあ今度はね。建築物見てみましょうか。建築物をオレンジに塗りますよね。はい、これはね青本から来てるんですね。でね。私があのー、ほらあのちょっとご宿体の太字になってるじゃないですか。そこをですね。ちょっと塗っていきたいと思います。店舗外観、特徴的工夫を凝らしてブラカソをね。サテハンジレ像保護に像ね。 はい、これね、語呂合わせになってるんですよ。つまりね、あのー、これ、趣旨ですよね、なんで建築物の衣装を導入したかという、ね、ちょっと真面目に読みると、建築物については、店舗の外観に特徴的な工夫を凝らしてブランド価値を創出し、サービスの提供や製品の販売を行う事例が増え、衣装券による保護ニーズが増加したためであると、ね。で、論文にも対応できるように、店舗外観特徴的、工夫凝らしてブラカソ、さてはんじれぞ、保護ニぞ、こういうふうにね、覚えるぞということで。 効率的に、ね、あの覚えられるということなんですよ、ねで。あと画像の衣装も今度は黄色で塗りましょうか。はい、これもね、ちょっとゴシック太字になっているところだけ追っていくとね、クネイパでしょ、多様化、保護ニーズ、ね、強力、誘引、過渡促進、ね、危機さ、不可補助、減適切と。 加可補助限定規ね。情のところがちょっとご祝対になってないけどね。直しときます。あとでね。クネイパ多様化保護ニーズ。強毒誘引過渡促進。危機さ、不可補助限定規設。ね。これで、あの、趣旨バッチリなんですよ。ちょっとフルバージョン読んでみますね。画像についてはクラウド上に保存され、ネットワークを通じて提供される画像が一般化したことや、画像の表示場所が物品の表示部に限られず多様化したことなどにより、幅広い画像について、 衣装権による保護ニーズを求める、保護を求めるニーズが生じていたことから、衣装の定義に追加。ね。でもよ、何でもかんでも画像を保護するわけじゃなくて、はい。ただし、衣装権という強力な独占権を付与することを誘引として、画像デザインの開発投資を促進する以上、当該、画像デザインによって機器や機器に関連するサービスなどの付加価値を向上させるものに限って、権利の客体とすることは適切であることから、 でちょっと赤で書くよだからその画像は操作の画像と表示の画像に限定されてるよということなんですよ。ねほら操作画像表示画像ねあの DVD の動画とかで YouTube の動画でも何でもいいわけじゃないということなんだねほらそういうことですよ。ねこういうふうに覚え方も効率にこだわってるんですよ。ね でさらにはこ、こういった、ね、あの審査基準のこう図的なところをふんだんに取り入れてわ、あのー、かりやすくしていると例えば、ねこれ、あれ、りんごだなとこれ、りんごの衣装かよと違うんですね、これは、ね、ピンクで塗ってください、タオルの衣装なんですよ、えー、でちょっと赤ん棚にでいきますけどね。はい この衣装をトロスす案の衣装は圧縮されたタオルであり、使用前に水を浸すことにより、通常の反動タオルの大きさとなり、タオルとして使用することができると。なるほど、これ。物品の衣装かと。だからこれ、あの、いわゆる、あの、適切な衣装ですね。だからピンクで塗りました。今度はね、こっちの方。これはね、ダメな例です。ええ。これ何ですかあの、なんか犬の絵が描いてますね。犬ですか、これ。ね。 ほら青で塗ってください。これカップ入り飲料って書いてますけどダメですよね。一応説明も青で塗ります。この衣装取るさんの衣装はカップにああ入ったカフェラテであり泡立てたミルクコーヒーにより表面に模様を描いたものであるね。でダメな理由が下に書いてます。今度は青ペンにしようかな。まな、あ、いしょは青の あの蛍光ペンででもいいですよこの事例においてはそのままの形状を保ったまま流通等がなされることができないことから物品等自体の形状等には該当しないとほらこういうふうに色を塗ることでぱ、ね、っと見分かるじゃんこれ OK、これダメみたいなねそういうことですはいで次に、ねあのー、見ていくと43ページもちょっと見てください。ね ここにあの、遺症の実施の概念がありますよ。で、昔はね、非常に楽だったんですが、今遺症の実施ってね、二乗一項の一号と二号と三号に分かれてるんですよ。なので、ちょっとまあ見てください。物品はピンクで塗りますから、二乗一項の一号ピンクで塗りますよ。はい。石井城下遊遊網。ね。生産よう上土と輸出輸入申しです。で、次に建築物ですね。オレンジで塗りますよ。ね。はい。 建築物はね、建築除去も、建築する、使用する、譲渡、貸し渡し申し出、それで皆さん、ここにね、ほら、あ,のあれ、輸出輸入がないでしょう、ねえー、こういうことを、ね、とこう手際よく書いていきますから、ここには、ね、輸出輸入なしよと。ね、これ、要注意です。 はい、で今度は画像。画像は黄色。ね、3号にあります。で1号が作詞伝テモ作成仕様、電気通信回線を通じて提供。あ提供の申し出。で、ロは除火悠ね、でなんでイトロに分かれているか、その理由もちゃんと説明します。イ、e、が無体物画像です。えロはね、有体物画像。え、先生、有体物画像ってわかりません、はい。USB とかに保存されている画像ということです。 さあ、有袋物である USB を譲渡する貸し渡す輸出輸入申し出、ほら。有袋物という形ね。ああ。それでね、これ皆さんほら、令和3年改正ですよ。ね。一応ピンクで塗るよ。ここの輸入、ほら。輸入。はい。外国にあるものが外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為。ね。理由は抗議で言いますからね。まあ、もちろん青本に書いてますけど。はい。そういう感じです。ね。 まあ本格的な工業をするといくら時間があっても足りないからね、はいそして次のページを見ると、ほらこういうふうに実例を、ね、ふんだんに活用して、ね、これほら画像の衣装ですよ、ね、分かりやすいでしょ、ああ、これが画像の衣装かみたいな、ね、オートバイがこう道路を照らしている、自分の,あの走っているところはここですよってね、はいだからほら衣装に書く物品、黄色でいこうあ、こういうふうに書くんだと。 車両,用車両情報表示用画像をね、こういうふうにして、ああ、便利試験と実務をこう融合させていきます。ね建築物はね、どうやって衣装法にかくる物品に書くかというと、あ商業用建築物。ねで、ほら、ファーストリテイリングの,あの横浜支店のね、これ写真ですよ。ね船みたいですね。軍艦島みたいですね。はい、<coughs> そんな感じです。 ええ、で今度はね、ジュネーブ改正とマドリッド協定議定書なんですよ。これ見てください。これね、あのーお、こうやって見開きで、ね、いいですかあ,あの、これは黄色で塗ってください。国際衣装ですからね。衣装はちょっと黄色のイメージです。ほら、これ国際ジュネーブです。ね。じゃあ今度は右のページ。これ窓プロの方なんですよ、ええ。これ窓プロなんですよ。書いてないけど。こういうふうに効率的にやっていこうと。なぜかというとですね、 ちょっといいですか第一センテンスだけでも比較しましょうかね。はい。じゃあ、あの、まず60条の3ですけど、日本国民または日本国内に住所、居所、かっこは飛ばしますを有する。外国人は特許庁長官に異償の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定。えー、えー、あれちょっと待ってよ。協定、あ、1条、あ7に規定する国際出願を<え>することができると。ね。 あで右のページを見ると、マドリッド協定議定書です。ちょっとピンクなのよね、マドプロはピンクのイメージ。はい、日本国民、または日本国内に住所、居所を有する外国人であって、表彰の国際登録に関するマドリッド協定の1986、違う、1989 27,、627にマドリッドで採択された議定書。 議定書2条1に規定する国際登録、国際登録を受けようとする者は、長官に次の格好のいずれかを基礎とした議定書2条を各国に規定する質が、弧国際登録算をしなければならない。ねうん。ちょっとほら、こうやって比較することで、違いが分かるんですよ。例えばね、おい、あのあ、文末を注目してくださいね。文末。で、ジュネーブの方はですよ。 ほらあのできるですよ、10年分の方できるですよ。ね、ところがね、窓プロはあしなければならないとなっております。ほら、こういう違いがね、如実に分かるでしょ。はいはい、で今度はね、どうしようかな。あーよし、これはね、あのー、第2センテンスはちょっとね、まあ、見れば分かるんだけど、共通してるんですよ。だからオレンジに乗ります。はい この場合において、軽症例で定める要件に該当するときは2以上が共同して国際質をすることができる。はい。窓プロもね、見てくださいよ。はい。この場合において、計算症例で定める要件に該当するときは2以上が共同して国際質問をすることができる。ほらねこういう同じところはもう同じ色で塗ると。これで分かりやすいですよね。ええー、ということなんですよ。ね。そしてね、次もですね、 えとちょっと待ってくださいね、あこれもオレンジで塗っていいです、見てくださいね、はい、2個、はいえー、全項の規定による国際素願、国際登録者をしようとする者は、継承令で定めるところにより、外国語であ作成した願書をび必要な物件を、ね、提出しなければならない、どうですか、これ、おねえ、そうでしょ。 それから、ね、あのこっちの2項もほら見てくれ国際登録出をしようとする者は継承令で定めるところにより外国で作成した願書を必要な書面を提出せないかんほらどうよこういうふうに、ね、比較することで違うところと同じところがこう一目瞭然的にあの理解できるわけよ、ええ、でちょっと窓プロの方は、ね、あいきなり国際出願できず基礎出願基礎登録が必要なんだよほら ね、特許庁に継続している事故の商標登録さまたは防護表彰登録さん、これを基礎にせないかんね。えー、あるいは、あ事故のあ商標登録または防護表彰登録を基礎にせないかんという特殊性があるね。ほら、こういうふうにしてね、効率化を図っていきます。ね、次のページもちょっと見ていこうか。ほら、えっ、ー、とね、これはねあの、えー、上がジュネーブですよ、ほら。上、ジュネーブです、これ。 黄色ね。で、下の68の7は窓プロです。窓プロです。ええー、でもね、条文は両方ともオレンジに塗ります。なぜかというと、まあ見てくれ。68の4ね。六八2項において順用する17条3項3項に限る、および18条1項の規定は国際登録さんに順用する。ね。 窓プロ68の7の方もね、7人以降において順用する17条3項、3号に限る、および18条1項の規定は、国際登録者の事後指定、存続期間の更新の申請、名義人の変更の記録の請求に順用する。ほら、特に重要なのはここだで。3号に限る。3号に限る。同じですよ。なんですか、3号に限るって。手数料ですね。 えー、手数料ですよ。つまりね、こういうことです。窓プロとジュネーブは、お金が足りないと補正命令を出し、払わんと出願却下にするぞって言ってるんですよ。で、3号に限るだから、他の不備は目をつぶるぞって言ってるんですよ。ね。他のあの、なんか書面上のミスはね、そんなのどうでもいいと。ね。とにかく手数料だと。これが大事だと。ね。ほら、これでもうすぐ分かるでしょ。あ、一緒なんだなと。で でも面倒くさいくらい省きますけど下も同じなんですよあ。ここだけ塗っとくわ。上が、ね、これジュネーブですよ。下がマドプロですよ。ピンク、ね、ああ同じですわ。ほら今までの講座とちょっと違うでしょ入門講座とはねもうべたにこう衣装だけやり商標後でやりみたいな感じだけどこの講座はこういうふうにして効率的にやっていきます。そ、ね、そそうそう,そうしたら皆さんもね ああこの知識は同じ知識で確かよかったなとかそういうことで回答できる場合がある、ねはい、で次に、ね、一問一答集なんですけどねこれまあ見てください、まあ、何の変哲もない一問一答集かもしれませんがねあの左が問題右が回答なんだけどあのちょっと私がゴシック体でこのあのちょっと太字で表しているところあるでしょもう、ね、解説見るのも面倒くさいという人もいるんですよ。 そはこのフトごシックだけでも、ね、ポイントになるぞと効率的に、ね、そこにもエフィシェントをこだわっています。ちょっと一つだけ見てみるな、うん、あどうせなら、ね、なんか、ね、あ,のあれがあったんですよあこ,れこれ今年出ましたね5番5番だからこれ、まあ、去年の適当にも載ってるけどこれ的中したね、うん、これ5番いいか優先期間とか後に、えー、された国際小衝突さんについて優先検証を伴うことができる場合があるこれ出たじゃん。 嘘をして今年の問題、出来中ですよ、ね、俺。これはねあの、優先期間とか後の優先権は国際省とさんでは無理なんですね。だから青、できないから。ね、で、答え、ほら、ツでしょ。うん。で、面倒くさい人は全部読まなくていいんですよ。この五色体のところだけでいいです。ね。はい、理由付けが、ね、書いてるんですよ。だからこれね、五色体のところを、ね、あの緑で塗ればいい。特、43条の2、第行項に規定する。 パリ条約の例による優先検証ね。つまり優先期間とか後の優先検証は、国際出願に際して、国際事務局に対して優先検証手続きを行うことが、ジュネーブ改正協定6条の規定によっては認められていないためねだから、あの2、特の43の2第1項は、国際省とトロスさんについては適用しないんだよ。これね、国内出願には順用してるけどね。15条1項で順用してますけど、あのー、 あのあれ国際にはしないですこれはどうしようというと,、ねあのえーとね、例えば、ねえー、特許はあ優先期間とか後の優先検証というのは国内実務も国際実務も認めてます、えー、つまりもう国際的調和という流れができてるんですよ、えー、ところがね衣装の世界はなんていうかねそもそも衣装制度がない国もあるしあの衣装の制度そのものがもう国によってだいぶ違ったりするんだよ、うん 例えばあのあの、トリップス協定でもねあ、25条でしたっけ、なんか繊維の衣装がどうとかこうとかっていう規定がありますよね、あつまり繊維の衣装は著作権法で保護してもいいみたいな、つまりあの皆さんが着てるような服、まあ、俺も着てるけど、こういった服を、我が国では普通に衣装を取るさんできるんですけど、他の国では、ね、衣装を取るさん認めてないという国もあるんですよ。つまり、衣装制度というのはね、国によってだいぶ違うんです。 だから、その優先期間とか後の優先権書を認める国が少ないんですよ、まだまだ。ええ。だから、日本は認めてるから、他の国も認めてると思ったら大間違いで、まだね、浸透しないんですわ。ええ。ええ、だから、あの、ジュネーブでもまだ認めてないということです。うん。認める国の方が多くなってきたら、多分ジュネーブでもね、ああ、これ、国際的な調和の流れができてきたなということで、認めると思うんですが、まだジュネーブでは優先期間とか後の優先権は認めてない。うん。 商標でも認めてませんは,いあの商標はね、国内も国債も認めてない、はい、そんな感じですわと、ね、いうことで大体、あのー、いい特徴がちょっと分かってきたなで、ね、54ページ、55ページ、えー、と56ページは何を意味してるかというと、ね、皆さんこれはあのあれジュネーブ規則ですこれハーグ協定の規則ハーグ規則とも言うね、えーまあ、ジュネーブ規則です。で す、えー、次、緑を見ると、マドプロ規則です。え次見てください。国眼法規則です。えで、何が言いたいかで、先生何が言いたいんですかあ、先生見出しだけ載せて何が言いたいんですかはい、確かにこれ見出しです。で、皆さんね、パテックとか大体お使いですよね。大体の皆さん、パテックだとか発明協会。はい、載ってますかこれ。ハーグ協定規則載ってますパテックだとか、あの、他のメーカーの。 窓プロ規則乗ってます乗ってないですね。はい。ジュネーブ規則、あ、国安法規則乗ってますかないでしょうね。国安法は乗ってるけど、国安規則乗ってないですね。はい。なので、あの、このこ、私の講座をね、あの、トータルサポートコースを受講した特典として、これの法文集をし進請しますよ。ええー。この、窓プロ規則、ジュネーブ規則、国安法規則。いや、先生、これマニアックじゃないですか。いや、時々出ますよ。 だって去年の論文出たじゃないですか。去年の論文覚えてますあの、あれが出ましたよ。まずあの、国際省トロフさんで秘密請求できるかというのが出ましたよ。これはまあ、条文レベル簡単ね。できないね。どこに書いてる ?60 条の9だ。60条の9に書いてる秘密移送請求できないと。ね。うん。で、あの、次の説問どうなってましただからどうすればいいかってなってたね、うん。ジュネーブでは秘密請求できない。どうすればいいうん。 うん、国際公表の延期の請求ですよ。うん、で国際公表の延期の請求ってね、実は、ちょっと見てください。この54ページ、どっか載ってるよ。どこだっけえー、っとね。あ、これほら。これ、16規則、17規則よ、ほら。この辺だよ。ほら。だからこの辺が、やっぱりね、この、まあ、欠けてなくても受かってる人はいるんだけど、欠けるに故障とはないよね。ほら。 そういうのが出る。ね。で、窓プロ規則の方もね、あのー、どこだっけな、ちょっと待ってね、窓プロ規則もね、重要なのが結構あるよ。えー、っとね、どれだっけ、使用言語、これかな、7規則の使用言語かな。ええー、これ、あのー、重要ですよ、使用言語。ね。でもこれ、あれ第7規則だったかな第6だったような気,気がするんだけど、改正されたのかなま、まあ、いいわ。使用言語なんですか ええ、ちょっとな7じゃなくて6だったの記憶があるんだよね、1、2、3、4、5合ってるよな、まあいいわ、これはね、英語、フランス語、ねえー、スペイン語、英布数、これはあの規則に書いてあるんですよ、えーま、マドプロの使用言語ね、うん、あごめ,んごめん、ごめん、こっちだわ、ほら、あの俺、ジュネーブと勘違いしてた、ジュネーブが6畳でいいんですよ、ね。 ジュネーブの、あの、そうそう、ジュネーブは6条です。合ってます。だから窓プロは窓プロで合ってんだろうね。これ規則、7規則はね。ええー。で、ほら、ジュネーブもどうですかああ、使用言語ね。はい。英語、フランス語、スペイン語です。まあ結局一緒なんですけどね。窓プロもジュネーブも使用言語は英布スですよ。ええー、英語、フランス語、スペイン語。日本語使えないね。うん。で、あとね。 えっとあのー、去年の今年じゃないよ去年の担当でこれが出てます。去年の担当でこれが出てます。えー、満了日の非公式な通知が、えー、これが出てますよ。えー、だからあのー、あのほら満、ま、満了日がああ満了日というのはどういうことかというとそあ商標検定十年で満了するでしょ。そうするとそろそろ満了ですよというお知らせが来るんですよ。で国内実務でも来ますよあのハガキで来ますし。 でこれジュネー、マドプロでもそうだよという話、これ、去年出てますよ、これあ。だから意外と油断できないですよ、マドプロ規則とか。ね、それはあのこの講座では進展するね。だからこの,あの,パ,テックの人パテックが大体多いです、皆さん。それを補足する役割があります。ね、あそんな感じですわ、はい。大体いいですか、担当はそういう感じでね、効率重視のあれでいくからね。うん はい、じゃあ、今度は論文の話ですよ。ええ。で、論文はね、あの、ここにね、あの、まずね、一行問題対策のテキストが載ってます。ね。一行はどのように規定されてるかと。これはね、ただの条文ですよ。ね。これは別に、あの、口述対策にもなってる。ね。あの、一行とは何ですかみたいなね。ええ。だから、これは、まあ、条文レベルだから、まあ、読まないわ。でも、A ランク。非常に重要だから。だから、A ランクっていうのはね、どういう意味かというと、 あの、頻度とかに関係なく超重要という意味と、まあ頻度が高いという意味が込められている。ね。うん。えっ、ー、と、一条はね、頻度は高くないけど超重要だから A ランクね。で、語呂合わせも教えますから、ね。とりあえず、堀り小散髪、器用目的って覚えておくといいね。掘り小散髪、器用目的ね。まあ、こんなんあの、当てにせんでもね、あの、言えるようになってほしいんだよね。はい。これも効率重視ですよ。はい。 あ、そうだ。それであの、講座の由来を言わないと。エフィシエントはさっきも言ったように、効率性重視でいくと。ね。さっきも言ったように、ジュネーブとマドプロの融合とかね。あと他にも具体例出すと、特許法37条と実用新案法7条一緒にやったりね。特許法41条と実用新案法8条。あ、ごめん。特許法41条、42条と実案法の8条、9条一緒にやったりとかね。うん。そういうことよ。で、これ、論文はね、シーケンスっていう名前がついてるね。 ええ、今日は、あの、後ろの方にね、あの、この講座を使って合格した人をちょっとゲストに呼んでるんだけど、あの、通学の人は後で質問とかできますけどね。あの、と、合格した当時は何ていう名前でしたちなみに。あの、あれじゃない方、合格した当時はね、あの、論文シーケンスじゃなくて、あの、なんか別の名前だったと思うんですよね。うん、何でしたっけ論文。ああ、トリニティ論文トリニティだったんですよ。 ええ。まあ、これはこれでね、要するに一行問題にも強くなり、ね、それから、あの、ええ、事例問題にも強くなり、大迫力にも強くなりという意味を込めて。で、今、シーケンスという名前になってるんですけど、これはどういう意味を込めてるかというと、最終的に口実につなげていきたいという意味を込めてます。だからね、あの、口実対策にもなるんですよ、これ。 ね、だから一条を見ないで言ってくれみたいな問題も、あの、ついてるわけね。まあ、もちろん今、工事試験では条文書見てもいいんですよ。でも、例えばね、例えばですよ、あの、こういう問題が出たでしょうか、あの、担当、工事試験で。はい、均等論のご要件を言ってくださいと。ね、均等論のご要件を言ってくださいという問題が出たときに、ね、あ じゃあ、法文集見てもいいですかって見るとするじゃん。多分落ちるよ。<laughs> だって、均等論のご用件、条文に書いてねえんだから。で、そんなこともわからんのか、こいつはってなるよ。ね。うん。だから今、条文見てもいいんだけど、条文見てもしょうがないような質問で条文見てもいいですかって言ったらね、落ちるよ、そりゃ。うん。はい。ね。で、これは本当に青本。特許制度の仕組みについて、簡単に説明するよと。で、私はどういうふうに教えるかというとね。はい。まずね、いいか。 あピンク、新しい技術を公開したものに対しその代償として一定期間一定の条件のもとに特許権という,う独占的な権利を付与し、はい、これは特許権者のイメージからねで今度は第三者のイメージからです、黄色他方、第三者に対してはこの公開された発明を利用する機会を与えるものである、ねはいはい、でこのように、はい、権利を付与されたものピンクと、はい、黄色。 その権利の制約を受ける第三者の利用、ストップ。ね。で、皆さん、ピンクとああ黄色がバズりますとですね、オレンジになりますから、ね <laughs>。オレンジです。との間に調和を求めつつ、技術の進歩を図り、産業の発達に寄与していくんだよという、そういう流れね。つまり、ピンクと黄色がバズってオレンジになるという、こういうふうにして理解すればね、いいでしょう。ね。そんな感じなんですよ。はい。 で次のね、3ページを見ると、まあ、発明というのは重要ですわね。発明って重要でしょ、かなり。ええ、でもさ、下の人も見てくれ。B ランクとか C ランクとか。さすがにここまで来ると、ちょっと出会や,やな、で出会いかなという感じでしょ。だから C ランク。でも、万が一に備えてちゃんと載せてるということです。ね。しかもほら、見てください。皆さん、あんまり吉井先生の本読ん,だ読んでないかもしれんけどね、ええ。吉井先生の本からも引っ張ってきてるし、青本からも引っ張ってきてるしね。 もうあの基本書重視の勉強をちりばめた一冊の本にしているというのが実情です。はい、それから、ね、あの4ページ見ると国内優先権ですよね、あでこれもです、ね、あの A ランクのところを見てください国内優先権制度の趣旨ちゃんと取材されているんですよ、見てください、こういうふうに、ね、実際に取材されたものはちゃんとこうやって書いてますから。ね、R の、えー えっと、何年合格でしたっけ ?R3?R1! ああ、そうですか。じゃあ、この、これが出たときは知りませんね。はい。これはね、R3 はね、これが出たんですよ。ほら。基本発明と、ね、改良発明を<っ>包括的で、漏れのない形で円滑に特許権として保護するための制度だと。ほら。飛ばしを見すればね、ええー、あのー、飛ばしを見すればね、 簡単に書くでしょ、これ。全部拡張なんだよな。基本発明と改良発明を包括に漏れのない形で保護するための制度なんだと。ね。このようにあ、簡潔に言えるように、口実につなげられるように私は教えていきますよ。ね。うん。とにかくね、口実を意識すると論文も楽になるんですね。言いやすいし。ね。で、あとね、あの、もう一つ理由があるんですよ。これはね、黄色で塗りますわ。はい。我が国を 自己指定した場合にも、その指定の効果が我が国において認められるようにするためです。ね。で、これは青本には書いてないかもしれんけどね、根拠条文を出したほうがいい。ね。そういうふうにして私がアドバイスしていきます。その根拠条文とは何でしょうかはい、どうぞ。わかりますかこれ根拠条文出したほうがいいよね。はい、どうぞ。おすごい !PCT のおはい。8条のええー。あとあおすごいですね。 なんでっしたんですか <laughs> ねここまで答えられたら受かりますよ、普通。ねはい、そんな感じです。ね PCT82B、PC T B 自己指定ね。うん、うん、はい。じゃあ、後ろの人、PCT82A は何ですかどうぞ。PCT82A は何ですかパスネット。はい。じゃあ、3番目の人、PCT82A は何ですかちょっとわかりません はい。じゃあ、4番目の人、PCT82A。はい。こちらの人。どうぞ。はい。じゃあ、どうぞ。みな,みなし全してそれはよく愛してるです。ええ。みなし全してはよく愛してるです。<laughs> 何言ってるかわからない。の PCT 規則の 4.9A ポツ1。よく愛してる。は <laughs>、ええ、はい。PCT82A はパスネット。はい。あら。 4番目の章、一番後ろの章、あ先生は分かるでしょ PCT82A はえ忘れた <laughs> あれ便利しても忘れますよ <laughs> 皆さんこれで勇気づくられましたね現役便利しても PCT82A 忘れます本当に忘れましたどうですかええもう優先権のどっちかですよほらだ 自己指定じゃない方、何でしたっけ自己指定じゃない方は。<laughs> 皆さん、あのー、受かるとこんな感じです。ね。<laughs> でも、それでも受かるんですよ。頑張れば。ね。パリ優先権。PCT、あの、こう彫ればいい。えっ、ー、とね、PCT 優先権。化けの皮を剥がせば、パリ優先権か、国内優先権。パリ優先権が 82A。国内優先権が 82B。ね。 どうですか定期的にこう来るっていうのはどうですかねあの、復習のために <laughs> <laughs> ね。ね、えー、はい、そんな感じです。で、次にね、あの、ほら、皆さん、事例問題にも強くならないかんね。そこでね、事例問題を私が用意してるんですよ。ほら、あの、8ページ見ると分かるように。で、大抵のね、まあ、レックの模試とか通れ見るとね、こんなご丁寧なね、時系列はついてませんよ。 ね。大体あの、答案構成が書いてあって、答案が書いてあるんですけど、ね。まあ私の答案も見てください。そんなね、気合い入れて書いてませんよ。うん。大体レックの答案はね、左上から始まって右下までぎっしりぎっぺりですよ。ええ。でも私の答案ね、スカスカですよ、ほら。ええ。これぞまさしく、現場で書ける答案というのを意識してるんですよ。ね。少なく書いて高得点を取ろうという方針のもとに、あの、私は指導していきます。ただね、とはいえ、 あの衣装、商標というのはちょっと戦略が異なりますから何でもかんでも簡潔に書いたら受かるというわけでもないから衣装と商標はまた方針を変えますから私ね、一言で言うと、ね、特許は短ければ短いほどいいですでポイントさえ押さえてればつまり結論とあ,のある程度の根拠条文がしっかり出てれば合格します衣装は違いますよ衣装はね極力二重線で消したり何か修正箇所があったりするとあんまり受かりませんつまりアーティスティックインプレッションが求められる これが商標法はまた違うんですよ。商標法はね、例えば取りうる措置を述べようみたいな問題が出たつるじゃん。そしたら普通は取りうる措置だけ書くべよね商。最近の商標法違うんですよ。ダメな手続きも書いて、ダメな理由も書くんです。ええ。で、結果的に取りうる措置と取りえない措置が、あの、答案にはあの上がるみたいな、そういうですね、答案が要求されてます。 だからね、聞き方もちょっと特殊ですよ。商標の場合にはね、こういう感じ。あの、取り得る措置を上げ、最もそのうち妥当なものはどれかみたいに聞くんですよ。ええ。だから取り得る措置を上げて、最も妥当なものを上げればいいかというと、それだけじゃなくて、ダメなやつも上げるんですよ。ええ。で、ダメな理由は、あの、これこれこういう理由であると。ええ。そういう答案が要求されていることが最近分かりました。なんで分かるかというと、 再現答案から見たあの点数で分かるんですよ。ああ、本試験ではこういう答案が評価されるんだなっていうのが分かってきたんです。ええ。だから取り措、とりうるそ、そっちだけ書いてる答案は場合によっては受からないという。ええ。正しくても受からないんですよ。ほら。だからそういうところまで私ね、把握してますから、科目ごとに受かるべき答案っていうのを皆さんに伝授していきますからね。はい。特実はスカスカでいいです。ええ。あの、結論さえあ,あってればいいです。 ね、で、時系列もこうやって私があの示していきますからね。ああ、時系列もね、あのー、あの、できれば、あの、縦時系列の方がいいですよ。なんでかというと、問題文ってほら、上から下に読んでいく感じだすよ。だから時系列もこれが自然ですよ。ね、こんな感じで。うん。これ簡単でしょ、ほら。B、B がどうなるかでしょ。ほら、B はね、ロ、ロじゃないですか。ロ、ロはね、負けてますね、ほら。 あ説問1はね、あのー、ほら、A に負けてますよ、ほら。ね、だから、肉の2倍 A1 と、ね、肉の2倍 A1。ね、ほら。まあ結論はすぐ出せますよ。でもね、いいですか、論文っていうのは、結論だけ合ってればいいじゃないです。やっぱり型重視。ね、とにかく皆さんに私が言いたいのはね、これですよ、型重視です。型を身につける。で、答案見てみますよ。ほら、見てください。 ね、もう皆さんあの時系列3点セットといえばね大体慣れてると思いますけど常にほらほら3つ意識してますね次の質問もほらかたくなに、ね、次の質問もほらこういうふうにしてね、あのー、ちゃんと3つの条文を検討するんだぞとそして最終結論出すんだぞという話なんですよ、ね、だから結論は急ぐなと。ね 時系列3点セットを意識して最終結論を出すという、このスタイルね。まあこれはあの、まあ知ってる人は知ってるんだよね。衣装も同じですよ。時系列3点セット。ね。そんな感じです。で、答案構成編っていうのがあって、答案構成編っていうのはね、まあ見てください。あの、これはね、あの、通学の人も通信の人も通信で受講するんだけどね。あの、答案構成編っていうのは、答案構成を、あの、 で、えー、実際の本試験ってこうなってるじゃないですか。特、特実1、特実2、で、衣装、商標と。ね、こんな感じで実際の本試験もね、やっていきますわね。ああ、だから、あのー、毎回毎回ですね、ああ、特実衣装、特実衣装、特実衣装、6回繰り返します。これ、そうなってるんじゃないですか、ほら。あこれありがたいね。これ全部載ってるわ、ほら。特実2でしょ。 うわ、すげえ。で、次のページを見ると、あ、衣装が載ってる。これすごいね、もう特別サービスだね。で、商標も載ってるわ、ほら。ねもちろん、あの、サンプルで出しましたからね。あのー、もうこれは特別サービスとしてあ、あの、別の問題を載せますから、ね。うん。これ得しましたよ、今日ね、出た人はね。これだけでももう1回分やったぞ、みたいなイメージになりますもんね。うん。そうなんですよ。で、私がね、あ、例えばよ。 例えばね、あの、もう一回ちょっと見るけども、最初の特実の位置ね。これはね、完全にオリジナル問題です。ええー。これはね、ちょっといいですか。オリジナル問題って書いてください。オリジナルって。ね。うん。で、その証拠にね、今のご時世も取り入れてますよ。ほら。コロナ禍により、今日煽りと。ね。ほら。コロナ禍による不景気のありを受けて倒産した自動車部品メーカーとね。<laughs> で、まあ今、V 字回復してる企業も多いけどね。 えー、こういうほら現、その現在のね、あのご時世をこう反映したような面白いも問題を作っていきますよ。ねえー、で、ほら、俺、あの車好きだからね、ほら、すごいね、これね、ガソリン1リットルあたり100キロも走る、あるか、そんな車、走行可能だほどの低燃費を実現しつつも、500馬力を発揮する高性能エンジン、ねえ、テスラかよって感じですね。テスラでも100いくかな ちょっと分からんけどねうんでも500はね珍しくないですね最近1000馬力っていう車もあるからね、えー、もう F1 並みですよねはいはいそういうオリジナル問題ねそれからねえー、っとこれあの問題に見てくれこれはね平成15年の2を改造した問題ですほらだから本試験の核も改造した問題も出すしねで私ほらあれやってるじゃんほら、えー 論文、去問対策講座、理想と現実性あるでしょあれはもう100%純粋な去問対策講座。うん。だからこれは純粋じゃなくて、こういうふうに改造したり、オリジナルの問題をやっていくというね。そういうところがやっぱ、あの、メリハリが出てて違うからね。うん。遺書はどんな問題だろうちょっと待ってね。ああ、これはね、えー、っと、うん。あのあれだね。も、え、遺書の26ページはね、これオリジナルだね。 えー、でもね、設問にはね、これあの、俺の記憶だと、平成21年の遺症法の問題1で出てるわ。うん、問題1の確か、設問1で出てるわ、これはね。あそんな感じ。ええー、そうよ。で、下の問題にはオリジナルですね、これはね。こういうふうに、まあ、大体はオリジナルですよ。でも、ところどころで過去問の要素も出てると。 ね、商標見てみましょうかじゃあうんでほら答案もね衣装だとやっぱりこうねフルに書いてるよね特実はちょっと物足りないぐらいだったけど衣装はもうフルに書いてるわであの時系列も分かりやすくこういうね吹き出し部分に出してるしねああそうですよであとあのほらあの復習も十分できるように30ページ31ページみたいにあの青本でね必要とされる知識がねこういうふうにほらあの出てるとうん で、三条の二の趣旨なんかもね、まあ見てください。これ語呂合わせになってるんですよ、これ。私の講座ね。こう、口実につなげる。ほら、シーケンスだから。つなげることが目的だから。ね。ちょっと緑塗りますよ。新規、反外、武家も比較。ほら。新規、反外、武家も比較。こうやって覚える。ね。要するに三条一項三号の趣旨ですよ。ね。 えー、つまり、高知衣装と同一のみならず、高知衣装と類似する衣装も新規性がないと判断される理由ね。はい。衣装の新規性の判断は外形的な物品の形状模様等を比較して行うものであるから、全く同一の衣装に限らず、類似のものまでも新規性がないとした。新規、反外、武家も比較。ね。で、3条の2の趣旨もね、青本、これ、長げですよ。ね。 でもエッセンスのところを私がごしでね、ほで新しい衣装の創作を保護しようとする衣装制度の趣旨というのと権利関係の策刷を将来してたからそれを防止するというのと、ね、それからこれが語呂合わせになっている含み緩和部、ゾダ考え。ね ぶみかんわぶ考え。<laughs> ちょっと変な語呂合わせなんだよね。ちょっと真面目に言いましょうか。平成10年の一部改正によって部分衣装制度が導入されたこと及び、組物の印象の登録要件が緩和され、さらに組物として登録される対象が拡大されたことにより、えー、外画印の一部と同一類似の印象が抗がんとして出願されるケースが増大するものと考えられるから。不組み和んゾダ考え。ね。ほら。そして、なんと、見どころ。 令和5年改正もちゃんと考慮してます。皆さんこれはもう本法初公開です。令和5年改正が待ってますよ、来年。ちょっと見ましょうか。ええー、皆さんこのね、4条3項見慣れた条文ですよね。ところがこの正し書き、全く新しいです。ええー、これ、私が今の講座でもうまだ教えてません。今日初めて教えました。<laughs> ね、ちょっと見ましょうか。 ね、ただし同一または類似の遺書について三条一項一号または二号に該当するに至る金となった遺書登録を受ける権利を有するものの2以上の行為があったときはその証明書の提出は当該二以上のうち再選の日に行われたもののの行為についてすれば足りる。ね、これどういうことかというとねまあ見てくださいほら二度コーチになってるんですよほら「い」がまず一回コーチ。ちょっと「ロだから紫にしとくよ。「ロのコーチ。ね でえー、と出願されてる衣装はローですね。まあ、これはピンクで塗るけど、ええ。ローだからローだと思うでしょ。ええ、でも違うんですよ。これはほら2以上の行為のうち、ね、しかも類似って書いてるねこれ同一と類似だけどこれ類似のシチュエーションやね。類似だから、ほらイトロは。ああで何て書いてる再選の日ほら再選の日だからこれですよだからこれの証明書だけ出せば足りると。 ほら。今までのね、衣装はどうでした違う衣装を新規性失うと、違う衣装を全部証明書として出さないかんかったですよ。ね。同じ衣装だったら最初の一回でよかったんだけど、あの、イロ派全部コーチにしたらイロ派全部証明書として出さないかんかったですよ。はい。今後はね、いいだけでいいと。ほら。もう改正にも万全対応します。ね。まあ私がの、アンテナを張,り張り巡らして、その、ね、やってますから。ええー。 そういうことですよ。ね。あとね、ちょっとあの、この青本チェック見てください、右側の。ね。その中でもね、これ24条2項ですよ。これ確かね、去年、え去年、おと年し。ちょっと待ってよ、去年はあれだよな。うん。あ、おと年しですよ。えいや、去年だ。去年の衣装法で出ませんでした、これ。24条の2項はね。これ R4 出てますよ。うん。 R4 の、ね、問題1の俺の記憶によると、説問2ですね、出てますよ。あはい、それで皆さんね、この需要者の意味がよく分かりませんというあのあれ声をよく受けるんですよ。これはこういうふうに理解すればいいんです。ね、いいですか、あのまずね、えー、と判例はなんて言ってるかというと、判例というのはね、一般需要者って言ってるんですよ。あ一般需要者判例ね。 よし。じゃあ、あまずね、あのー、その判例って何ですかはい、こちらの章。どうぞ。判例、どうぞ、ほら。最高裁判例。何事件どうぞ。分かりません。2番目の章。分かりませんか、2番目の章。の何もう一回。過行性うん。ああ、漢字が読めないってことね。 可動性ホース事件です。<laughs> 可動性ホース事件です。ね。これも教えてるから、ほら。ね。よく細工と。ね。覚え,覚えやすいでしょよく細工されてるホース事件ってことです。ね。はいはい。それで一般事業者とされてる。で、一般事業者ってどういう意味かというとね、エンドユーザーなんですよ。うんうん。ね。でね、でもほら、あの、 エンドユーザーだけなくて物を買う人ってプロもいるじゃん。プロのバイヤーっていうんですか。うん。これは取引者と言いますね。ほら。で、その、えっ、ー、と、いわゆる素人的なエンドユーザーとプロのバイヤーを合わせた概念としてまた、自業者という。つまり、自業者という言葉には、抗議の意味もあるんです。ええー、ね、自業者。ほら。えー、っとね、エンドユーザーとしてのその自業者の意味と、プロの、自、えー、業者である取引者 これがバズって需要者なんですよ。24条2項は。わかりますかで、こうやって理解していくとわかりやすいでしょほら、こういうのをね、図示しながら教えていきますから。これで多分今までわからなかった人もわかると思うんですよ。なんで同じ言葉を使ってるのかみたいな。ねそういうことです。ね、え大体わかったあ、商標も見ようか。商標はね、これは待ってね。 これはあのオリジナル問題ですね。問題1はオリジナルですね。登録中に関する。要するに、こういうのを何て言うかというと、現場思考型一行問題というんですね。こういうのに強くなりましょうと。皆さんね、これ弱いんですよ。現場思考型一行問題に。うん。こういうのをね、鍛えていきます。ただの一行問題は、ほらあの、ただ国内優先権制度の趣旨を述べようみたいな。ね。こういうのはね、なかなかね。 なんだほらちょっと見ましょうか、我が国の商標法が登録誌を採用する理由、まず緑で、ええ、で登録中の併画を是正するために、不使用商標増大防止の観点から設けられている制度を4つ上げ、うん、えー、っとねとねこれはねオレンジエンドルは、不使用商標増大防止の観点から設けられる制度を4つ上げ、ええ、でまたそれの理由、制度趣旨、それの制度誌、ねあ。 で、ほら、これあげたらいかんぞっていう、ほら、問題文。ただし使用意志がないことを三一柱を理由とする異議申し立てとか、無効審判は考慮しない。ね。って書いてるのにあげたら大把握ミスになるからね。はい。で、問題には、うん、これ皆さんね、逆に聞こう。はい。これあの、ある過去問です。何年でしょうか何年の過去問かわかるでしょうどうぞ。あ、じゃあプロに聞こうか。はい、どうぞ。プロの弁理士どうですか、これ。 もう忘れたが。これやった記憶ないこれ。なんか6条2項の商品駅務の区分。ね、え、さすがに忘れたが、これ。ね。でもなんかやった記憶あるでしょ。ね。これはね、平成28年ですわ。平成28年の過去もんです。の問題1で出されてます。ほら。ね。だから過去問の、こうパーツ的にこう登場させたりもします。ね。 格こう登場させたりするでね皆さんに鍛えてほしいのはこういう回転がこう与えられてるじゃん回転がねちょっと怖いんだけど俺の答案ちゃんとバランス感覚いいか見てみようかじゃんおっバッチリですね見てくださいほら50対50になってませんかバランス配分50対50になってませんかほらやっぱりこういうところもちゃんと私考えて答案作ってますから。 配点が50対50だから、答案の分量も50対50ですよ。まあもちろんね、あの、先生どんぐらいバランス崩れ,崩れててもいいんですかみたいな質問もあるだろうから答えますよ。4664ならセーフです。ええ、4664ぐらいならセーフです。これが3782とかなってくると、バランス崩壊で不合格のリスクは出てきます。ええ、そういうアドバイスもしていく。ねえ。 どうですか大体分かったでしょ私がどういうふうに進めていくかね。だから事例問題にも強くなる。ね。それから一行問題にも強くなる。現場思考型一行問題にも強くなる。ね。そして最終的に口実につなげていく。ね。で、担当は極力エフィシェント。効率的にやる。で、法文集にないようなあ規則もつける。ね。まあ、魅力的なところはいっぱいありますよね。はいはい。 それでね、まあ、皆さんは、ね、こう顔ぶれ見てると、まあ、ちょっとほら、あの試験が残念だったああの人が多いんだけどあのもちろんねああのたまにいるんだけどたまにいるんだけどこれ7月からスタートするんですよね、7月の上旬でしたっけあのなんかスケジュール冊子がありましたよね、ちょっと俺も確認しとかないと。<laughs> でえーっとね、第1回目が,あ第回目がです、ね、論文あ担当のが先に始まります。 えー、15ページにね、あ7月16日、えー、ですね。ということはちょうど、えー、1ヶ月後ぐらいですよ、ね、あであの条約はね、さっき社員の方から説明があったけどね、ああの先に聞くと、なんでかというと、条約苦手な人多いじゃん、ね、条約は苦手な理由のその一つとしてね、大体いつも特実異勝の後ろで条約やるでしょ、だからもうなんかね、飽き飽きしてるところに条約やるからね。 なおさらこうバテてくるというのがあるんですよ、それをもういきなり条約ですよ、ねうん、で例えばさパリ条約11条というのがあるじゃん、パリ条約11条って、あのじゃあちょっとプロ、プロほらまだ答えてないからよ、よちょっとここでお名番会いていこうよ、パリ条約11条って何ですかどうです、忘れた、パリ,パリ11条です <laughs>、ねあの、受かるとこんな感じになっちゃうんですよ。ね <laughs> 時々来てもらいましょう。<laughs> 鍛えてもらうために。パリ十一王というのはね、博覧会の出品仮保護ですよ。ね。で、そう,そういうのを教わるじゃん、パリ条約で。そうすると、また新総例でね、ああ、新例特許30条。これ、パリ条約11王の要請なんだと。ね。商標法9条をやるときに、ああ、これパリ条約十一王の要請なんだとね商標法9条をやるときにああこれパリ条約十一王の要請なんだこういうふうに逆にこう条約からこう思い出せると。ね。いうことなんですよ。ね。 であとあの特許法83条たるじゃん。ね。不実施最低通常自治権ですね。不実施期間最低3年以上。特許戦の日から4年以上ね。これ、どこに規定があると思いますどうですか、皆さん、受験生分かりますじゃあ、お名番挽回、プロ分かります、うん、お、うん、うん、そう、パリ5条 A。で、1、2、3、4、5のどれえそこまで答えたら、お名番挽回したことに仕上げます。 <laughs> 2じゃないかっこ4です、ね、まあどういうよパリ 5A まで出てからねパリ5条4ですわねだから逆にほらパリ条約最初にやってパリ5条の4の格好パリ5条 A の格好4にね出願日から3年特許が与えられた日から3年って書いてるわけですよで特許法やるじゃんね特許法の8月ぐらいにやるわねそうするとおおそういえばパリ条約5条 A かっこでやったのがここに出てきてるなって。 思い出しながらあの振り返りながらやれるんですよ。これで条約と国内法との一体化をこう意識しながら勉強ができるという視点です。で、で、条約七回ありますよ。これ単基礎だと確か五回なんですよ。で、ね、だから単基礎よりもより気合が入ってるとね、あのまあさすがにね、ちょっとあの中上級レベルのことをやっていきますんで、あの回数も増やしてる。ね、であとね、あのほら総まとめっていうのがある。 これは何かというとね、総まとめというのはね、あの、二つの意味が込められています。あの、やったことの総復習という意味と、もう一つはね、万が一、ね、今ほら、改正、さっき紹介したよね、令和5年改正。で、私もね、何がどうなるというのは大体把握してるんですよ。ね、それはもう今でも抗議できますよ。これがこうなりますって。ただ、理由付けはわからない。ね。 これは改正本だとか青本が出やんと分からんですよ俺も、ね、だからそういうのがタイミングによってはもう年明けとか大体ね改正本って年末か年明けなんですよで青本は翌年の4月以降とかねだから多分ね青本は絶望的なんですでも改正本が年末か年明けぐらいに出ますからほらちょうど見てくださいこれえー、っと1月28日間に合えばやります間に合えばやりますこれ総まとめそこで。 そういうバッファーゾーンが設けられているという,いう特徴があります、ねはい。ということでね、あの論文は、ね、あのこういうスケジュール、ちょっと遅れてやりますよ。7月30日から一行問題対策があるね。であの、まああの、担当からおっしゃってる人は、ねまあ、あの絶対やらざるを得ないんですけど、あの仮に論文だけの人は、ね、あの担当いりませんが、あの論文だけで、これ、ね、どっち転んでもいいようになってるんですよ。 はい、これね、ほら見てください、10月1日ってあの、あれですよ、ちょうどね、あ論文の合格発表のあたりですよ。だから、ここでね、論文に、はい、受かりましたって言ったら、これそのものが、シーケンス1行問題に対策るは、そのまま、口述対策になってるんですよ、これ。ええー。で、こっから先は受けなくていいですから、<laughs> ね、あの受講料返還になるだけです。ね、いいことばかりでしょ、お茶お茶で引き続き受ければいいだけの話。ね。ということで。 本格的な事例問題あ、それから答案構成編。ね、答案構成編は、だから、通学も通信も通信的な利用になります。ええーと、事例問題対策はね、あの、現場に来て、あの、もらう人は、つまり通学の人はね、3時間講義を受けてもらうんだけど、まあ、30分考え、30分私の講義を受け、30分考え、30分講義を受け、30分考え、30分講義を受け、で、3時間です。 そういうスタンスで進んでいきます。ね。はい、イメージ的には。どうでしょうか。ね。で、一問一答集っていうのはね、あの、さっきも言ったように、これ自学自習用ですから、あの、皆さんでどんどん、あの、えー、やってもらい、あの、質問は私に、あの、随時質問していただければいいだけの話ですね。はい。で、年明けは、あの、当練になってますよ。実践当練とか、担当実践当練、論文実践当練ねああ。はい。 まあ,あと集中討練とかもありますけどね、これはね、ちょっとあ,のあれです、集中討練は本当に、まあ、受けるだけの討練であの、私が解説講義をするとかそういうのはありません、ね、あの受けて、添削してもらうというだけの講座です。はい、まあそんな感じですよ、大体いい分かりましたがねあの、えーっと、このトータルサポート講スというのは、えーまあ、要するに担当と論文を、えー、両方サポート資料という意味です。 ね、合格者の声もありますね。えー、ちょっとこれ、写真が載ってるんで見せない方がいいかもしれない、あの肖像権の問題ね、皆さんは見ていいんだけど、合格者の声も載ってますから、ねえー、そうですね、まああの、私も知ってる受講生さんですね。はい、まあ、そんな感じです、ね、大体あの1時間あ経ちましたからね。はい、じゃあ、皆さんの方で何か質問ありますか何、えー、かわからないこと、いいですよ、遠慮なく。 どうでしょう大丈夫ですかなんか遠慮せんと大丈夫ですか大丈夫ですかねはいじゃああのー、そういう感じでねあ,ーあー今日は中上級向けのガイダンスということでしたねはい、えー、じゃあレック専任講師宮口がお送りいたしました えー、皆さんね、あのーなんかほら、みんなの前では質問しづらくて個別に質問したい人もいるだろうからあの遠慮なく私もいるし社員の方もいるしほら、あの弁理士の先輩もいるからねあ、あのー、気軽に質問できるでしょほら、弁理士の人も忘れることがあるんだともう、あのー、超スーパーマンじゃないんだなと、ねね、だから,、あのー、ほらあの先輩、弁理士にも聞いてくださいよ、ね、あ俺でもいいしはいじゃあ,あ今日のガイドラス終わります。えー 今日のテーマ、学習経験者あ目線の資格のない学習法について、えー、弁理士の宮口がお送りいたしました。どうもお疲れ様でした。はい。